毛利領10カ国のうち5カ国を織田のものとする。それが和睦の条件だ。そんな条件に素直に応じるとでも？今日で何か起きたのでは？あなたたちを人質とすればもう少し譲歩してもらえるでしょうか？捕らえるならば捕らえる。だがこの者は俺の従者。捕らえても殺しても何の益にもならんぜ。この状況で友をかばうとは見事な心意気ですね。和睦を受けましょう。これで秀吉様は背を気にせず光秀の元へ向かれる。だが死んでしまっては秀吉様を守ることもできない。三成、俺をかばってくれたことは嬉しい。だが無茶はするな。自分が生き延びることだけを考えろ。秀吉様の天下を見たいのであれば。俺の志、バカには分からぬ。この命お前に預けよう。武人が我が軍に有利、山頂より一気に敵本陣を落とすのです。明智軍は天王山に陣取り勢いづいている。俺が山頂を奪取し戦意をくじいてやる。無茶をするな。こう言っても効かぬか。麓に敵を引きつけているから慎重に進め。あとは木を待って山頂を攻めるだけだ。
麓の戦いが激しくなっているようです。山頂は狙ってこないのです。見えちゃいます。熊本を向け、我が明智軍本部を攻め込むよ。なんだと。熊本の守りを固めれば。奴らを山道に誘い出した。目にも見よ。うっとうしい。うまくかかってくれたようだ。ここで伏兵の分時代の流れに背く男だからこそ俺は助けに来たんだ。あの人が私がまた不幸を呼んだわ。
敵本陣のみ。あの砦を落とせば。おっと、見つかっちゃった武器だ。これで新たな時代の中心に秀吉様が立つことになるのだな。